Why was Francisco Xavier the Jesuit here in Japan? Because he knew that Japan is a land for all gods. Here is its evidence and proof. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. it is very strange to say however that no one knows why japan is japan though according to commonly held view the name of japan originated from the name of jipang the name used by marco polo here is another view in which i may claim that japan or Japan came from God all since I have some concrete reason. 広し早市、ハママシティ、ジャパン。大変奇妙なことになぜ日本が Japan なのか誰も知りません。一応、通説ではですね、マルコ・ポーロが東方見聞録の中で ジパングと書いた。それがジャパンにつながっていったというふうに説明されています。つまり、初めからジ、ゼットというのはジとしか読めませんので、ジという音があったというわけです。が、この説はどう考えてもおかしいですね。最初からジという音が決まっていて、ジャパンとなったというのです。 ジパングが、そして、ジャパンと表記されるようになったと。一般にはヨーロッパでは JA は、やと発音されます。で、それから、ヤパンという風に読まれるようになったということになります。これに対してですね、他の説もいろいろあります。基本的には、最初、日本は、ヤパンと呼ばれていたというんですね。で、 ヤパン、ヤパンと呼ばれていた。で、それを JAPAN と表記した。そしてそれを英語式に JAPAN と読むようになったというわけです。で、それが逆流して JAPAN となっていったというふうにも解釈できるわけですね。まあ、順序があべコベだということです。で、一般にはこのヤというのは山大国のヤであるとか、 和国の和であるとか、山との矢であるとかというふうにいろいろと説明されています。が、これに対して、こんなことを教えてくださった視聴者の方がいらっしゃいます。ロールフ・クリエーションという方ですけれども、日本、つまりジャパン、つまりヤーパンは神の 国を表す言葉ではないかというのです。いやーというのは確かに神という意味なんですね。で、パンが問題なんです。まあ、いろいろな意味があるそうです。ヘルメス、あるいはトートのエメラルドタブレット、あるいはディオニソスなど。ここに出てきます、エメラルドタブレットというのは、これはより錬金筆のですね、秘宝をまあ記した タブレットと言われています。で、これについて、どう思いますかと。ヤーが神を表す言葉であることは、これはわかりやすいですね。後でも言いますが、ユダヤ教では絶対的な神をヤーウェと発音しています。ヤー。ヨーロッパ方式で読めばヤーですね。ヤー。 それがジャパンになったということです。ヤーがヤーウェイになり、そして一般にはエホバと呼ばれています。で、問題はパンなんですね。で、私なりにいろいろ調べてみました。で、ロールフ・クリエーションさんがおっしゃるには、ヘルメス、トート、エジプトの神ですね。最高神ですね。 エメラルドタブレット、あるいはリオニソスってことになるわけですも、リオニソスってことになりますと、バッカス、あるいはマルドックへともつながっていきます。で、このつながりがよくわからないものですから、まあ、なんとか質問したんですけども、今のところ返事は届いていません。で、私なりに調べてみました。これがエメラルドタブレットと言われているものです。錬金術の秘宝が書かれているそうです。 で、パンっていうのはですね、ギリシャ語なんですね、もともとは。すべてあらゆるという意味です。パン。で、現在もですね、英語のット語としてよく使われています。よく知られているのが、パンアメリカン。すべてのアメリカという意味ですね。で、パンっていうのは、すべてという意味であると、まあ。そのように解釈しますとわかりやすいんですけども、こじつけっぽいですね。で、私の 説をもう少し聞いていただきたいと思います。古来、旧約聖書、キリスト教の世界では、東を上にして地図を書く習わしになっていました。そして、アジア大陸の東の果てには、日本が描かれていました。えー、下に小さく見えるのが、朝鮮半島ということになります。いわゆる、日本が地図の頂点に書かれていたということになります。 つまり神の国ということになります。別の地図でもやはりそうなっています。え詳しくは続く動画の中で説明しますが、この地図の中でも、まあ、中央にイスラエルがあり、左がヨーロッパ、右がアジアということになります。ブルーの部分が地中海ということになります。そしてアジア大陸の果てにやはり同じように小さな島、日本が描かれています。この黄色い部分が アアジア大陸とということになります。そして頂点に日本が描かれています。ここですね。で拡大してみますとやはり日本が描かれ右下に朝鮮半島らしき、えー、半島が描かれています。つまり日本はまさしく神の国であったということになります。でここにあるのが朝鮮半島ですね。 で、ここが、これが日本ということになるわけです。つまり、旧約聖書及びキリスト教の世界では、日本は神の国として表現されていたということになります。となりますと、ジャパンがですね、神の国という意味を持っていたとしても、おかしくないということになります。 In Ezekiel chapter 43 of the Holy Bible it writes as follows And behold, the glory of the God of Israel was coming from the way of the east, and his voice was like the sound of many waters, and the earth shone with his glory. エゼケール43章は次のように書いています。見ろ、イスラエルの神の栄光は東からやってきた。神の声は怒涛のごとく、そして神の栄光は大地を照らした。と。実際、ユダヤ教の最高神をヤーウェと 言います。そして、英語式に書けば、やーうえと書きます。ここなんですね。やーうえ。やーと発音しています。これは、やーとしか読めません。な、やーをですね、別の書き方をしますと、やーと書けるわけです。まあ、ヨーロッパ方式ですね。それに、パンがくっついた。とも解釈できるわけです。なわち、やーペン。 となるわけです、ね、もともとはヤーパンと呼ばれていたということになります。それがヤーパン英語式にジャパンとなったということになります。それをマルコ・ポールはジパングと聞いたということになります。というふうにも考えられるということです。今の段階ではあくまでも仮説ということになりますがありえない仮説ではないと思います。 続く動画の中で日本がまさに神々の国であったということを証明します。by for now。E Holy Bible, it writes as follows And behold, the glory of the God of Israel was coming from the way of the east, and his voice was like the sound of many waters, and the earth shone with his glory. Ezekiel 43 見ろ。イスラエルの神の栄光は東からやってきた。神の声は怒涛のごとく。そして神の栄光は大地を照らした。と。広し林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているのが世界最古の地図と言われているものです。シュメールで 発見されました。この地図で注意していただきたいのはですね、向かって左下がヨーロッパ、向かって右下がアフリカということになります。その間に地中海が横たわっています。そして情報がアジア、つまりアジア大陸ということになります。まあ、全体的に丸みを持った地図として表現されています。上の方に オリエンスと書いてありますね。つまり、オリエント、東洋ということになります。一般的には、旧約聖書の世界では、東を上にして地図が表現されています。現在、私たち人間が使っている地図は、北極、つまり北が上になっていますが。が シュメール、バビロニアでは、東を上にして書く習わしになっていました。えー、向かって左側がヨーロッパ、右側がアフリカ、そして上がアジアということになります。具体的に地図を見てみます。これは紀元後に書かれた地図ですけども、まだ今から千年近く前まで、前までこうした地図が使われていました。先ほど言いましたように上がアジア、向かって 左下がヨーロッパ、右下がアフリカということになります。そして上がオリエンスですね。オリエントです。東洋です。まあ、このような地図が使われていた,いたわけですけども、気になるのはその頂点のところに小さな島が描かれているという点です。えー、この地図、注意深く見てくださいね。やはり左下がヨーロッパ、右下がアフリカ、そして上がアジア大陸ということになります。そのアジア大陸の果てに小さな島が描かれています。 まあ中心がエルサレムということになります。ブルーの部分が地中海ということになりますね。で、この黄色い部分がインド洋あたりいうことになるんでしょうか。そして上が東、つまり東洋、すなわち日本ということになります。ここに描かれているのが太陽のマーク、すなわち日本ということになりますが、これだけでははっきりしませんね。別の地図で見てみます。これもやはり同じく キリスト教の世界で使われていた地図ですけども、中心に多分これがイタリアだと思われます。そして真上な地、真東に小さな島が描かれています。この島に注意してください。この島に注意してください。どうしてここに島が描かれているか逆に言いますと、私はこれが日本と判断しました。 もう一枚の地図で検証してみますえ。基本的には同じ書き方です。で、この中央にエルサレムがあります。イスラエルですね。そしてブルーの部分が地中海です。そして左にヨーロッパと表記してあります。そして右グリーンの部分がアフリカ。そして上黄色い部分がアジア大陸ということになります。そのアジア大陸の東の果てに小さな島が描かれています。 この島に注意してください。アジア大陸の果て、この位置に位置する島は日本ランドを置いて他にありません。皆さん、これが日本です。えー、古来より旧約聖書の世界では日本をこのようにして描いていました。右下に見えるのがこれ朝鮮半島のように思います。その上に日本ランドがあるということですね。もちろん、これは日本です。神々の国、 日本です他の地図でもやはり上の方に日本ランドが描かれているようですさらにこの地図ははっきりしていますその中央上に島が描かれその上に太陽が描かれています日のいずる国日本ということになります皆さん日本という国は大変な国なんですよそれを皆さんに分かっていただきたかったので この動画を皆さんに改めて紹介することにしました。バイ。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about German ceramic figures, more than ten thousand of which have been unearthed throughout Japan. But nobody knows who they are or they are just explained by Japanese scholars to be their neighbors, in most cases neighbor women in German period. It has been almost two and a half years, however, since I, Hiroshi claimed for the first time in 2012 that they are not neighbor women, but the goddess herself, named Inana. Before I talk about it, Wikipedia write about Jomon period as follows. The Jomon period is a time in prehistoric Japan from about 12,000 BC and in some cases cited as early as 14,500 BC to about 300 BC when Japan was inhabited by hunter-gatherer culture which reached a considerable degree of sedentism and cultural complexity. Jomon dogu to ジョ土モドグはイナンナであったという説です。シュメールではイナンナ、バビロニア、メソポタミアではイシュタールと呼ばれた女神です。ジョ土モドグはそのイナンナであったという説です。そのイナンナの本拠地がこの日本でした。つまりイナンナはこの日本で生まれ育ち、やがてその拠点をペルシャへと移します。が、それだけではありません。アヌオイカ、エンキ、 エンリルの神々、そしてシュメールでいうすべての神々がかつてはこの日本に住んでいました。というのが、林博史の縄文土具イコール異難な説の柱ですが、当初は大変辛辣な批判をいただきました。というか、私自身、そうした批判を受けるのは当然のことと思っていました。内心では、私の説は10年、あるいは20年は理解されないだろうなと思っていました。 あるいは私が生きている間は無理だろうなと思っていました。が、それから2年半余り、最近はかなり様子が変わってきたようです。辛辣なコメントは鳴りを潜め、より多くの方たちからの支持を得るようになりました。喜ぶべきことなのかもしれませんが、嬉しいと言っても私自身のためではありません。この日本という国は大変おかしな国で、 私がそういった説を唱えた時真っ先にそれを否定してきたのが日本人自身でした。日本にそんなものがあるはずがないという前提で私の説を否定しました。えつまり日本は神々の国であったというのはあくまでも神話の世界の話で現実にはありえない話であると。がそれから2年半私は自分の説をより確信することはあっても いささかも揺らぐことはありませんでした。調べれば調べるほどそうなのですから、どうしようもありません。つまり、より多くの方たちが、この日本を、日本を見直すきっかけになりつつあることを、私は率直に喜んでいます。日本人の皆さん、私たち日本人は、言うなれば、とんでもない歴史に包まれた国に住んでいるのですよ。それを一人でも多くの人に気づいてほしい。また、 気づいてもらいつつある。私はそれが嬉しいのです。まず皆さんにプロローグとして古代の神々は自由に空を飛ぶことができたという話を紹介しました。それを具体的に証明するのが林博史のナスカ理論であり、ライン理論であり、そしてテリトリー理論ということになります。それらについては詳しくは今までのビデオの中で紹介してきましたので、 ここでは割愛させていただきますが、一方で神々と言い、その都度手を合わせながら、神々は自由に空を飛んでいたと主張する私を頭がおかしいと決めつける。こうした日本人が持つ二重構造性は一体どこから来るというのでしょうかというような批判はさておき、縄文土偶が世界の神々と有機的につながっていることをこの動画の中で紹介しています。 有機的というのは、それぞれに関連性を持ちながら、また共通点、類似性を持ちながらという意味です。シュメール、バビロニア、そして現在のセルビアにある、ビンカなどなど。この動画は、いわばそのダイジェスト版ということになります。さらに詳しくお知りになりたい方は、どうか私のウェブサイトの方へおいでください。林博士で検索をかけてくだされば、総合目次をご覧いただけます。 と言ってもどうか誤解なさらないでください。私は自分の考えを皆さんに押し付けるつもりは微塵もありません。私が事実を皆さんにお見せするだけです。事実です。その事実をどう判断し、その後どのような結論を出されるかは私の問題ではなく、あなた方皆さんの問題ということです。つまり、私を信じるか信じないかというようなレベルの話ではなく、 事実を受け入れるかどうかというレベルの話だということです。もっとわかりやすく言えば、こうした事実があなたの周囲にもゴロゴロと転がっているということです。あとはそれに気づくかどうか。そしてそれをどう頭の中で組み立てていくか。私が言う事実というのはそれを言います。で、動画を見ながら説明します。左が縄文ビーナスですね。 そして右がバビロニア、そしてメソポタミアで見つかっているイシタール像です。コンセプトが同じですね。そして左の縄文ビーナスは歩行補助装置を身につけています。まあ一般的に、まあペルシャ周辺で見つかるイシタール像、イナンナ像は足が、まあ、異様に細いです。ですからまあこの足では歩くことができないというふうに私は判断しました。で、歩行補助装置をつけているということですね。そしてまあ両方ともですね、 えー、仮面を被っています。お面を被っています。まあ、そのことはですね、えー、茅野市の高校館行きますと、それがわかります。左の縄文ビーナスのこの顔はですね、内側に鋭角に彫り込んであります。つまりお面だということですね。そして右のような、いわゆるまあ、アーティファクトもバビロニアで見つかっています。 全く同じですね。ただ、先ほど今も言いましたように、仮面を被っていますから顔が違っています。こうした仮面もバビロニア、あるいはメソポタミアで見つかっています。そして下がインダスバリーで見つかったアーティファクトですね。いわゆるセラミックフィギュアです。そして同じようなものが見つかってますけども、こ,れこのボタンみたいなのがついているところに注意してください。みんな同じようにヘルメットを被っています。 つまり、こうして日本の縄文ビーナスと言われている、まあ、土偶はですね、世界の神々と繋がっているということですね。これが事実なんですね。で、こうした事実をどのように考えるかですよね。最も簡単に片付ける方法は、偶然という言葉を使うことですね。偶然だ、偶然だ、偶然だ。まあ、偶然という言葉ほど便利な言葉はありませんね。で、それによって全てを片付けてしまうことができます。 右はシュメールで見つかった、いわゆる同じくカレーフィギュアの、まあその見取り図です。で、この花がですね、目と目の中心で尖って立って、まあ、なっ立っているところに注意してください。まあ、まあ人間の花ではないですね。そして左が法隆寺、奈良の法隆寺に肖像されている像、えー、です。同じような像が3体あります。その中の一つが、まあ特にシュメールの神とよく似ています。目が側面についているところに注意してください。 人間は、前についてますね。そして鼻、鼻々が開いていて、そして、ま、独特な口をしています。こうした像が、ま、法隆寺にあるということ、そして、シュメールの神々。 そして、現在に残っているということですね。これが青森の山内、丸山遺跡に残っている土偶ですけども、三角頭に注意してください。そして同じような像が、現在のセルビア、ギリシャの北部ですけども、そこに残っている、敏感にあります、そこに残っている像と一緒。それから、肩幅がまっすぐ横を伸びて、カクンカクンと折れ曲がって、そして脇の下に大きな空間ができていることに注意してください。そして、それ左が仮面の女神です。 やはり肩幅がカクンカクンと曲がっていて、脇の下に大きな空間ができています。この像とほとんど同じ像が、やはりセルビアのビンカで見つかっています。ですから、日本のまあ甲府とですね、そしてセルビアのビンカとは深いつながりがあったということになります。ただ、右の方は足が異様に細いですね。ですから、下半身だけの土偶も見つかっています。このビンカで見つかっています。 すなあち、歩行補助装置だということですね。アッシリア、それからバビロニア、ペンソプタミアでも、レリーフに残っている神々は、皆、歩行補助装置をつけていました。そして、この歩行補助装置をですね、民家の像に当てはめてみますと、このように、まあ、合うわけですね。そして、その先コンセプトが、左の、えー、仮面の女神へと繋がっていきます。まあ、このようにですね、まあ、なぜか、 まあ、もう言うまでもないことですけども、古代の神々は地上をですね、自分の足で歩くことはできなかったようですね。ですからこのような歩行補助装置を必要とした。ですから、敏感に残っている像はですね、多くはですね、こうして椅子,の椅子,椅子に座っている像が多いということですね。あの、 中央、三本足に見えますけど、中央で二つの足を束ねてるんですよ。そして特にこうした部分的なところを見ていきますと、おへそですね。見てください。おへその作り方のコンセプト全く同じだということです。まあ、これを偶然と言っていいのか、そうでないのか、あるいは関連づけて、こうした事実の中から次の事実を組み立てていくかどうかは皆さんの問題ですけども、まあ、例えばですね、この肩の周り、あの、端に、右の方は穴が開いてますね。で、左の方は円が描いてある。そしてこの頭を比較してみてください。 同じように三角頭ですけども、左の方は射光器をつけていると思われます。まあ強い光線には耐えられなかったということでしょうね。なぜこうした仮面をですね、青森の、いわゆる亀ヶ丘で見つかっている道具にしてもですね、なぜ射光器を必要としたか、射光器道具とまで言いながら、どうしてそれから一歩踏み込んでエイリアン、あるいはと言わないのかということですよね。この地上では、まあ大気がありますから大変眩しいということです。そして作り方のコンセプトも大変よく似ています。衣服も機械学的な模様を描いて 鼻の先もです、ね、ちょんと尖ってますね、これは右のなでが、がですね今正面図ですけども、やはり同じ,、まあ、同じというか、同じ像ですけども、こうして比べてみますと、な、ま、っ、あ、てますか、その類似性に皆さんもお気づきになると思いますが、それだけではないんですね、シュメールの神々と比較してみますと、さらに興味深いことが分かります。まあ、これ、あの右の方はですね、民家です。あのあのまあまあ、シュメールと言われている地域、現在、イラクから見れば、西にあたるところですね。 先ほど言いましたように、ギリシャの北部です。これがシュメールの女神ですけども、これはイナン、シュメールではもうあイナンダですね。かバビロニア来てイシタールなわけですけども、頭に注意してください。 頭はポコンと上に出てますね。で、左の、えー、縄文、ごめんなさい、仮面の女神の方は仮面をつけています。仮面って言ってますね。で、この後ろにひ、まあひも、紐がついていることから仮面をかぶっていることがわかります。そしてそれを同じコンセプトで作られているのが、法隆寺に所,所,所,所蔵されている侍像ということになるわけです。で、縄文の神。これがですね、縄文の、まあ、埴輪ということになってますね。そして右がインダスバリーの、まあ、 クレーフィギュアですね。セラミックフィギュアですね。土偶です。同じように子供を抱いています。あの、シメルの女神も皆子供を抱いていますが。左のこの埴輪の子供は人間ではありませんね。足を見てください。手を見てください。頭を見てください。人間ではありません。なあ,あち、左の埴輪はですね、仮面を被っているということになります。まあ、こうした仮面を皆被っていたわけですね。なぜ仮面を被っていたかと言いますと、まあ、そういうものを被らざるを得ないような顔をしていたということになるわけですね。まあ、ともかくも、まあ、バビロニアの、あごめんなさい。左 右のです、ね、インダスバリーの、えー、道具もです、ね、左の埴輪も仮面をかぶっているということになります。こうした仮面説も林弘氏が捉えましたからもし興味のある方はあのー、私の私 ビデオをまたご覧になってください。まあ、要するにこれは仮面であるという証拠がこの首のところに残っていました。この首のところをよくチューブからご覧ください。む、まあ、やるまあオーバーヘルメットをかぶっているという細いラインが見えますね。まあこれがまあオーバーホールヘルメットであるという証拠、すなわち仮面であるということになるわけです。右の方も当然、インダスバリーのこのクレイも、クレイフィアガーもフィギュアもですね、仮面をかぶって、まあオーバーロールヘルメットをかぶっているということになります。さらに今度はギザの 神と比較しています。これが長野県茅の市で見つかっている土器ということになっていますね。逆さまにおいて香炉というふうになっています。右がギザ工芸で見つかっている土偶ですね。で、この2つを比べてみますと、目の周りに二重線があるところまで同じなんですよ。ただし、左の方は、まあ、あの仮面ですね。 そして、顎の下あたりに生命維持装置のようなものがついています。頭のコンセプトなども同じように使われているところに注意してください。そして、眉間からあの喉にかけての、なんて言いますか、やはりこうなんて言いますか、装置らしいものがついています。そして、首の下にやはり同じような、まあ、生命維持装置っぽいものがついているということですね。そして、そのなんて言いますか、コンセプトが同じであるということです。まあ、左の方はですね、オーバーロールヘルメットというふうに私は考えていますし、右の方はですね、えーまあ 現地の人がですね、見て作ったというふうに考えられます。その証拠の一つがですね、もちろんエイリアンですね、ここのところにあるわけですね。こうした奇妙なものも描かれています。そしてこれは UFO ということになるわけですね。そしてまあ、下の方に向かって光線を走っているというところまで表現してあるということです。なわち、右のギターで見つかっているこの仮面はですね、左の,あのあ長野県の井戸尻高校館にあるあ土器と一致する。さらに左がですね、えー、いわゆる 釈迦カで見つかっているマスクですね。これはあの逆に、逆さまにおいてやはりコ路滝っていうふうになってますけども、コ路滝ではないですね。やっぱり同じコンセプトで使われていることは、こうして向きを変えてみるとわかります。大きな目ですね。そして中が空洞になっています。いわゆるまあいわゆる オーバーロールヘルメットってことですね。同じく左がですね、異常時交互間に陳列してあるのドキ器ということになってますけども、先ほどの頭を上に乗せますと、綺麗に大きさも合うんですね。そしてこうして乗せますと、まあこれが、まあ、あの土偶で、全体二つで一つのね、土偶であることがわかります。みんなですね、ペルサポリスに残っているレリーフですけども、アフラマザーがダリウス層に、まあ王権を与しているところですね。そこの衣、マントを見てください。このマントが一致しますね。そして、まあ、あのー、そう、ね、髪の毛のポコンポコンと出ているのもわかりますね。そして 頭のコンセプトも同じですまあ、もちろん、あのアフラマザーなどはです、ね、仮面をかぶっていました。そうした仮面も見つかっています。その称号もすでにいたしましたので、また私のビデオを見てください。そしてこうして合わせていきますと、まあ左、一番左がですね、これは甲府で見つかっている道具ですけどもね、頭、顔の方は、るまあ、やる目、まあ、がつり上がった、まあ、ラム族ですね。そしてこれが八の辺に発掘された合掌道具です。 そして同じものがですね、アステカでも見つかっています。まあ、これは地下洞窟で見つかった、ごく最近見つかったんですよね。その左側の像がですね、同じコンセプトだということですよね。で、右の像も同時に見つかってますけどもね、八の辺で並んで置かれています。まあ、これして見,ら見てくださるとわかりますように、このア,アステカで見つかった土偶はですね、指が3本です、まあ5。5本に見えるんですけど、5本ってことはありませんからね、3本3本ってことになってるんでしょうね。ちょっとあの、ハレーションを起こしてますから見にくいですけども、やはり八の辺の土偶もですね、まあ、組んで、 6本指、ですね。1、3本ずつの指だということですよねまあ、こうしてま三角座りをしているってうことですねそして右のアステッカーの道具はですね頭が細長いですねですから左の方もやはり細長いですただ左の方もですね八の辺の 合唱道具もですね、あの、まあ、いろいろ仮面を被っているということですね。そしてみんな、民家で見つかった、やはり同じようなコンセプトで作られた道具です。で、同じ、まあ、道具ですけども、ここで注意していただきたいのは、共にですね、異様に手が長いということです。この手の腕、腕ですね、腕が長いということですよね。で、関節がですね、人間の関節より一本多いんじゃないかと私はいつも考えています。まあ、ここで一本、二本、三本と折れ,が折れ曲がるわけですね。そして肩が横へ伸びていて、まあ、人間にはない脇の下に、 まあ円形の空洞ができるということですねこれはまあ何を比較しているかというと、手を伸ばしたらどの辺りまで行くかなということをまあ比較してみたんですけども、せっかくどうかということも問題ありますけども、手,が手の先がですねゆうに膝のところまでく届く感じですよね。人間はこんなに長くありません。そして肩幅が広いですね。このコンセプトは、えー、青森であ、いわゆる亀ヶ湖で見つかっている遮光器道具のコンセプトと同じです。肩幅が異様に広くて、カクンカクンと曲がっていますね。そして腰が異様に細いということです。これはシュメールの神々みなや,やはり異様 ように腰が細いですね。左がまあ、スポーツマン、人間のあ。 背中ですよねでいくらそのスポーツマンにもここまでの差はありませんからね、肩幅広いと言っても、そして肩,肩の下ですね、脇の下に、そういった人間の場合は空間空はできませんね。しかし空間ができているということです。これは八戸の、まあ、いわゆる合唱道具ですけども、公式の記録によれば、よればですね安産を記念して熱心に手に向かって祈る若い少女の素晴らしい傑作であるというような風に書いてありますけども、これは少女で、まあ、女性は女性なのかもしれませんけどもね、少女ではありません。 そして、頭が、ね、異様に薄っぺらいことに注意ししててくださいそここれがこの道具がですね、まあ、お,お面をかぶって、まあ、人間の頭一応乗せてみましたけれども、比較するまでもなく、まあ、異様に、まあ、薄っぺられていますか、側面図から見ると薄っぺらく見えます。まあ、これは人間ではないということですね。そして、さらに調べていきますと、これと同じ道具がですねンカでも見つかっています。それれもこれから紹介しますが その前に指が6本であるということにも注意してくださいね。組んで6本ということは3本ずつですね。左は人間ですけども、組むと10本になるんですね。ですから、あのー、公式の記録によれば古代縄文人が間違えたと書いてありますね。明らかに、ってかそう書いてありますよ。でもね、あの年長時でもあの指,は指の数は間違いませんから。 それからこれが今言いましたように、右のは八ので見つかった合唱道具、そして左がビンカで見つかったやはり同じような道具ですけども、ここで興味深いことがわかります。この足を見ていただきたいんですけども、編み方まで同じですね。そして靴下の、靴下かどうかわかりませんけども、表現の仕方も同じだということです。ビンカという国は、まあ遺跡はですね、なりあら日本とはとんでもない関係にあるということがこれでわかってきました。で、こうしてまあ線がありますね。で、 まあ、私もですね、このビ私もというか私がですね、この最初にこれに聞いた時には本当に体が震えましたですね。そして足がですね、丸い靴,靴ですね。いわゆる、いわゆる円形の靴。それから、肩幅の表現の仕方。そしてやはり関節が一本多いようにも見えますね。まあ、こうして見ると一本、人間は一つですけども、まあ、二つあるということですよね。まあ、このように、まあ、一本関節が多いという意味はそういう意味です。で、まあ、こうして比べていきますと、まあ、 なんつあの、八戸の,の見つかった合唱道具と、民家の道具とが、大変コンセプトが同じ。そして、それはですね、えー、アステカの地下道具で見つかった、土具と一致していくということです。これを、こうした事実を皆さんはどう考えるかということですよね。それはあとは皆さんの判断ですけども、こうして組み立てていくと、その向こうに見えてくるのは、日本がまさに神々の本拠地であったということですよ。縄文時代の方が古くて長いんですからね。そして、オールキャストがこの日本に揃っていて、朝鮮半島、中国半島、 本当にはその経過点としてのです、ね、痕跡が全くないということです。なあち縄文の神々はある時期、ペルシアに渡っていった、あるいは行き来していた、そしてそのまあ一派がです、ね、インドへ渡ったり、あるいは逆流して日本へ来たりということになったということになります。えー、以上で私の今日の話はありますけれども、もし興味を持ってくださるようでしたら、林色しで検索、そして私のホームページへと置いてください。Thank you very much and bye. Hello, this is Hiroshi Hashi and Otokichi、ok、Oyaji Japan.、Uh, Japanese man's in Korea. Why in the Korean Peninsula? 朝鮮半島の前方後円墳。なぜ朝鮮半島に前方後円墳があるのか林広の古墳理論を説明します。ペルシャのあちこちにこのようなレリーフが残っています。右にいるのがアフラマズダ。左にいるのがダリウソウかと思われます。今、 アフラマズダーがその王に王権を表すシンボルマークを渡しています。このレリーフの中でもそれが表現されています。リボンのついた丸い輪です。王権を表すシンボルマークです。この、まあ、王権を表すシンボルマークを渡された王はですね、地上の支配権を意味します。それを渡すことができたのは、神の中の神、すなわちアフラマズダーということになります。このリボンのついた丸い輪がですね、 現在、日本では、締め飾りとなって残っています。丸い輪に、まあ、リボンですね。丸い輪に、リボンです。そして、この丸い輪に、リボン。リボンのついた丸い輪が、現在の締め飾りというわけです。そして、それが、前方後円墳の基本形となりました。こういう形で、神々はですね、 前方後円墳を地上に配置することによって、天の仲間たちに向かってこう宣言したわけであります。ここは神々の都市であるぞとですね、それが現在日本に残っているわけです。が、朝鮮半島の皆さんは、私とは違った考え方をなさっているようです。おときさんからのメールをお読みください。 で、検証してみますが、朝日新聞がですね、こんな記事を載せました。北朝鮮で前方後円墳が見つかったというのです。これがその前方後円墳ですが、私の家の近所にも、工事現場には同じような前方後円墳がたくさんあります。 で、乙吉親父さんがこのようなウェブサイトを紹介してくださいました。前方後円墳の起源はうくりであるというわけです。積石塚というのがそれだそうですね。で、同じウェブサイトにはこのような写真が紹介されていました。これは豊墳ということになっているが、見方によっては前方後円墳にも見えると、そういうわけです。 ノーコメントです。ノーコメントです。上が北朝鮮で見つかったという前方公園符。ノーコメントです。そして、これが甲府にある長子塚古墳です。 で、調べてみますと、確かに朝鮮半島では前方後円墳が見つかっているのですね。この赤い印のついたところが、その前方後円墳のあるところだそうです。まあ、現在、その中の一つが紹介されていますけれども、こういう形で残っているのだそうです。前方後円墳のあるところに丸をつけてみます。 つまり、当初は前方婚姻風の起源は朝鮮半島であるというような主張が強くなされていましたけれども、この事実は現在の韓国の人たちにとっては誠にもってまずいわけです。一番下のピンクの部分が未満な日本風です。ちょうどこの位置に、まあ、一致するわけですね。現在、 ま、韓国の教科書からは、ミマナの日本譜は完全に否定されています。ミマナの日本は、日本符というのは、日本側のでっち上げというわけです。そしてそれにこうして、日本の学者の中には、ミマナの日本譜はなかったと主張する方もいらっしゃいます。確かに、ミマナの日本譜という言葉そのものはなかったわけですけども、それと同じ 性格を持つ者が朝鮮半島の南にあったことは事実なんですね。で、この地域に前方後姻墳を認めるということはですね、まあ、韓国の学者たちにとっても、誠、まあ、ことにもってまずいということになるわけです。なったわけですね。つまり、こうしたところに前方後姻墳があるということは、 未マナの日本譜を認めることにつながってしまうからですそれに対してベストアンサーはこのように答えていますつまり現在韓国にある前方後衛分は 埋め戻されているというわけです。話を戻しますが、王権のシンボルについての話を少し補足しておきます。少し、って言いますか、同じ話になるかもしれませんけども、お許しくださいね。今、シュメールの神が持っている棒は,棒はですね、日本では尺と言いますけども、真剣を表す棒ということになります。いわゆる神から直接、 ま、この地球そのものの支配権を授かったという意味ですね。この棒です。アフラマズダーがその棒を手にしています。そして右手で王権を荒らすリボンのついた輪を渡しているところです。やはりこのアフラマズダーも尺を持っています。今左にいるのはミトラで代行として尺を持っています。 そして、どこかの王に王権を表すシンボルマークを渡しています。まあ、こういう形で地上の支配権を渡したわけです。いわゆる神権を持つ神からですね、地上を支配する王権を受け取っているというわけです。まあ、こうしたリリーフはあちこちに残っていますけれども、共通しているのは リボンのついた和を王が渡されているということです。つまりこれが王権を表すシンボルマークということになります。まあ、繰り返しますけども、これが日本の締め飾りとなって現在に残っているというわけです。 日本の締め飾りですね。これをめでたい日に玄関先に飾ることによってそのめでたい日を祝ったというわけですそしてその形が前方後円墳の基本形となりました丸い輪に短冊ですが空から見なければこの形は わからないということです。皆さんもそこに注意してください。空から見て初めてこの形がわかるということです。つまり、初めから空から見て初めてわかるシンボルマークということになります。古代の神々はこのシンボルマークを日本ランドの上に直接焼き込みました。そして、内外の 神々にこう宣言したのです。ここは神々の土地であるぞ、とです。この王権のシンボルマークについて少し、少し補足しておきます。これは長野県の井戸尻で発掘された土器ということになっています。左も土器ということになっています。しかしこれら二つは、二つで一対の土偶を表しています。 この土偶の頭の後ろを見てください。丸い輪がついていますね。丸い輪がついています。古代の神々はリボンのついた輪を、リングをこうして頭の後ろにつけていたものと考えられます。そうしたレリーフも残っています。で、同じリボンのついた丸い輪がですね、マヤ、インカでも 発見されていますこれは又兵衛さんが教えてくださったんですけども、マヤの王たちも丸い輪にリボン、リボンのついた丸い輪を身につけています。その多くは頭の後ろにつけています。つまり太平洋を越えた メキシコでも同じような王権を表すシンボルマークのう、なあちリボンのついた輪が発見されているということです。こうして並べてみますと、丸い輪、リボンが何を意味するか、皆さんにも理解していただけると思います。他にも色々な事実があります。 トラさんという方がですね、仏教法具で使うラクスもその人ではないかと教えてくださいました。向かって右側の胸についているのがラクスです。やはり丸い輪にリボンです。リボンのついた丸い輪があります。まあこういう形で日本の まあ、伝統的な文化の中に根付いているというわけです。数珠もそうではないかと。当然考えられますね。楽スに話を戻しますが、これが楽スです。そしてそれが締め飾りとなった。 そしてそれが前方後円墳となった。アフラマザーのレリーフの中にもその形が表現されています。ジュズ、すなわち不動明王が持っている、まあ紐のようなものもこれに似ています。さらに、相撲で 見られるこの回しですね。これも丸い輪にリボンということになります。不動明王です。向かって左に持ってるのが真剣に笑す尺。そして右に持ってるのが丸い輪にリボンということになります。樹図もこの流れの中にあるものと考えられます。まあ、形は多少違いますけども、やはり 王権を表すシンボルマークということになります。そして世界中で同じようなシンボルマークが見つかっています。先ほど言いましたように、アフラマザーの紋章の中にも隠されています。前方後円墳ですね。締め飾りですね。まあ、こうしたものがですね、 王権を表す。ということになりますと、朝鮮半島の方にとっては、誠にもって、まずいということになるんですね。言い換えますと、朝鮮半島もかつては、日本の支配下にあったということになるのです。ですから、一部で言われてますように、韓国では前方後円墳が見つかると、ブルトーザーで、 埋め戻されているということにつながっていくわけです。だからといって私はですね、この先、重箱の墨をほじくり返すような議論はするつもりはありません。以上のことをもっと高い視点から掘り下げてみたのが次のビデオです。 どうかご覧ください。日本はまさに神々の国でした。というビデオです。